起立気を付け礼、はあ、何今日の放課後、喋らないかうん、ま、まあ、いいけど あんたがそこまでして私と喋りたいんだったらはただの暇つぶしあ、あんたの暇つぶしに付き合ってる暇ないんですけど。 そうだった私、暇なんだったはあで何話すの最近順調あー 別に普通なんだけど。そうじゃなくてそうじゃなくてって。何言いたいことあるんだったら、なんか言ってよ。つーか、あんたと私の仲じゃん。 今更隠し事なんて、なんもないっしょえじゃあ、恋花でもしよっかってああ、それは、パスで。そ、そんなことよりさ、 あの猫の動画、めっちゃ可愛かったよね。なんかバズってなかったっけほら、子猫のやつ、ハ割の。レのいいよ、わかったよ。恋バナすればいいんでしょ 彼氏彼氏は、今はいない。今は。うるさいな。そうですよ。いたことありませんよ。っていうか、あんたもじゃね ほら、やっぱりそうじゃん。あんたもどうせ彼女いたことないんでしょはいはい、仲間、仲間。<laughs> え、す、好きな人 ああそっちはえいるのいるんだその子って同じ学年先輩 それとも後輩おうん。そ、それはそれは教えんのかい。そこまで言ったら言ってよ。 私が言ったらい言わないよ大体いいなんであんたに言わなきゃいけないわけさっきだ誰があんたなんか。 じゃあ俺の方が彼女できるの早いかもなってそれどういう意味それどういう意味ももしかして。 もういい感じなのその人と。ねえ。ねえ。あ <coughs>。ごめん,ん。でも、さっきの言葉の意味、どういう意味なのかなって、 興味本位で、そう、興味本位で気になってさ。はだって俺がお前なんかに負けるはずないからなって そう。あんたがその気なら、私だって。いいよ。その喧嘩乗った。あんたみたいなみじんこより、 かいい彼氏、見つけてくるから。完璧な彼氏、作ってくるから。待ってて。ふっ、異性だけはいいじゃん。 ふん。ふん。どっちが先に彼氏彼女作るか、勝負ね。罰ゲームもちろんありに決まってんじゃん負けた方は、勝った方の言うことを何でも聞く。どうこれでいい よし。決まり。今更後悔しても、遅いんだからね。